はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思いますが、残念ながら、前回ですね、クソまずかったこのドライリッキーシリーズ、またね、もうすでに俺2個買っとったんですよ。うん、で、今回は、ドライジン&ライム。前回が、グレープフルーツだったんですが、こちらアルコール度数 7%。なんとかかんとかすん、なんとかジン使用。うん。何でもいいわ、これ。原材料、ジン、酸味料、香料、甘味料。まあ、またしてもライムの果汁は全く入ってないという。ひどいな。これは。キリンですよ。いや、キリンには別にあれなんですけど。キリンは別に、うん、ちょっと、キリンちょっと、あれだと。あれだと。土地狂ったか。ということで、乾杯。なんかもう、間違いなくまずそうな気がする。あ、これも同じ。もう、最速で終わりたいくらい。これ、よくね？これ一つ星でよくね？うん。これもう、いらないんだけど。この変な、うんっていう感じの納豆みたいな、うんっていう、この、口に入れて、飲んで、ブワンってくる。参ったな、このクソまずさ。これ一つ星でいいよ。うん。飲みたくないんだけど。さっき捨ててきたばっかりなんだけどな。はぁ、参ったな。もう、なんだよ。もう、何の恨みがあるんだ、俺に。ちょっと、何の恨みがあるんだよ。ああ、もう。くそまずいぞ、これ。うん。うわ。これ絶対納豆だって。あのね、具体的に納豆というか、あれですね。うまい棒の納豆味。あれに似てる。うん。若干香りがなんか似てる。うまい棒のね、納豆味。いや、うまい棒の納豆はうまいんですよ。うまい棒の納豆味はうまいんですよ。ただね、ただ、それだけじゃないんですよ。それに加えて、ライムの、なんか香りがするんですよ。で、しかもジンだから、ジンが入ってるわけだから、柑橘系とかの、お酒でしょ？あとハーブみたいなのも入ってるでしょ？いろいろ香料が混ざわさって、さらに、納豆の、ムンっていう、ね、臭さが来るわけですよ。これ何を考えて作ったんだ、このキリンの。頭おかしいんじゃないのか。本気で。しかも、無果汁だから、ね。これも悪いんだよ、無果汁って。何を考えて土地狂ったか、香料だけでごまかそうと思ったのかね。何なのか全くわからない。しかも甘味料入ってるんですよ。これがまずまたダメなんですよね。うん。俺甘味料入ってるの、中杯大嫌いなんですよ。この変な甘さがある。ね。だから、いろいろ間違ってるんですよ。これは。まず第一に、うん。なぜ無果汁にしたのか。これにおいて、無果汁にする必要というのは、性というのはないでしょう。うん。ねえ。なんでまずそこですよね。だってドライリッキーって結局カクテルでしょ？ね。リッキーだから、ジンリッキーみたいなもんでしょ？これね。いや、ジンリッキーはまあ、うん、まあジンリッキーだな。
ライムだからな。ライムの炭酸と、炭酸水とジンなんだから、ジンリッキーだな。ねえ。なぜわざわざ無果汁にしたのか。そして甘味料。これなぜ使ったのか。うん、甘味料使うんだったら、使わない方がいいプラス、もしくは、最低でも糖類を使えと。甘味料ではなく。第3。なぜわざわざ、富士五殿城蒸留所製ジンを使ったのか。非常にさ、目立つ名前、まあ、目立つんだけどさ、富士五殿城蒸留所製ジン使用っていう、わざわざ丁寧に書いてくれてるのわかるんだけど、ね、ここまで丁寧に書いといて、なぜ他の甘味料とか、まあ、甘味料はまあ、あれとしても無果汁にしてるんですよね。何を考えているのかがわからない。ジンの味を引き立てるんだったら、やっぱり、果汁を使うべきでしょ。そしてなぜ、4、なぜ納豆の味がするのか。納豆の香りがするのか。これです。一体香料に何を使ったのか。これだから香料だけで済ませようとする、あれみたいな、ファンタみたいなことになるんだよ。まあ、ファンタは美味しいけどさ。ファンタはやっぱりグレープかな。ファンタグレープは至高だね。うん。ああ、まずい。にしたってまずい。あ、冷てぇ。あ、ちょっとあれだわ。保冷剤として使うわ。保冷剤として。あ、今30度ぐらいあるからな。あ、もう保冷剤として使った後捨てるわ、これ。いらん。はい、ということで、今回も残念ながら、最速記録でね、1分半ぐらいで終わらせようかなと思ったんですけど。ちょっと面白くないんで、ちょっと批判するだけしときました、ね。クソまずい。土地来るなよ。キリンはあれだぞ。キリンはお前、本絞りってあれキリンだったっけ？お前本絞りだけ作ってやいいんだよな。なんだよ本絞り、果汁 45% とかさ、作っといて、これ無果汁だからね。そうですよ。意味がわからん。落差ありすぎだろ。ということで、一つ星。はい。まずい。二度とか、お疲れさんでした。